好きな男がスイちゃんのファンで、どうしたらスイちゃんみたいに可愛くなれますか。そっか、難しいね。それ難しいね。あのスイちゃんの何が好きかによるくない。顔が好き、スイちゃんの顔が好きなんだったらさ、なんかそれは難しいじゃん。でもスイちゃんの性格が好きなんだったら、なんかこうさっぱりしてみたらさっぱりしてみたらどうかな口悪くしてみよう。いや口悪くしない方がいいと思う。口は悪くしない方がいいと思う。スイちゃん口悪いけど、もあの大体なんか無機物と不特定多数に対してあの口が悪いだけで、お相手が目の前にいる状態で口が悪いことはそんなにないです。わからんけど、あのその状態で口が悪いなよって思った方は申し訳ございません。申し訳ございません。ないとは言わないけど、あの個人に対して口が悪いっていうことがないわけではないですけど。みこちにも同じこと言ってみ。てやまえって言われる。てやまえ。みこち無機物。みこち。あとちゃんと仲いい子にはあの口悪かったりはするけど、なんか、ね、基本的にはあの優しいですから、私ちゃんと。私あのみこさんにもちゃんと優しいですから。ビジネスなんで。ビジネスなんでちゃんと優しいんで。はい。あの裏でね、あのさくらみこさんと敬語ですよ、うちら。さくらみこさん、あのアートフェスのイラストどんなん描きました。え、こんなんです。あー、こんなんなんですね、ありがとうございます、みたいな。さくらみこさんとそんな感じなんで、裏では。はい。ビジネスで口悪いだけなんで、あれ安心してほしいですね。